はい、おはようございます。今日は12月17日かな。さっき今ずっとそのシャッター開ける前からの猫が泣いてなかったからね、開けてその泣くし、そんだけ音な、泣いてないよいうシーン撮ってんけど、あれっすわ、アラーム6時半になってなんかビデオも止まっててね、一人でずっと喋っとって今青みたいなもんとか、なんかパッと見たらねえそのカウントというか動いてないの気づいて、これ今また撮り直してんやけどね、これまあ掃除する前、シャッター開ける前って言うて撮ったんがこのシーンやってんけどね、こういうこんだけ汚れ、こんな感じで乱れてるか散らかしてるって感じ。こうんこしてないの、昨日はしとったけど、まあ大丈夫で、ここも正面だけながらここうんこしてるけど、ここちょっと家を見とかなかんね、またお母さん子供たち、これ餌あるんやけどここないんですよね、もう入れたなんと、まあ、こんな感じでもっぺん取り直してるけど、まあ朝、昨日夜うちのクラブの忘年会で最下ラーメン、まあまあ忘年会じゃないけどね、もう結局なかなか予定合わんし人数もなかなか集まれんからミーティングみたいな感じ、最下ラーメン、奈良の最下ラーメン本店行ってラーメン食った後よ横の米田でチャーシュー焼いて、帰ってきたみたいな。11時ぐらいまで、11時に帰ったからね、家に。で、10時ちょい過ぎまで乗ったかな、やっぱりきついっすね。その食う前になんか、リンゴジュース飲んだえってスレが言うから、ニンニク消える言うたけど、まあ、帰ったらやっぱり、臭いであんたって言われて、ちょっと激鎮っすね。まあ、もともとなんか、牛乳がええとか、ヨーグルトが言うてんけど、リンゴジュース、それが効くけど、全然効いてなかったけどね、結局。まあ、こんな感じでうるさい。もともと開ける前こんな感じで、シーンとしてるからね、これ、この子たち。もう今日、思います。今、だんだんうるさなってきてるシーンを撮ってんけど、全然泣いてなかったからね。この子もこれ。あっちの新しいこれ、もっぺん取りなんですけど、これいけるんです、はい、よしよしよし、はい、ほらこれ飴生姜柄の子、これも僕の知り合い公園に散歩行っとんやけど、バンドかに、これあれっすよ、なんかちっちゃい頃から飴生姜柄の子いてますよ、言ってたんやけどね、だいぶ経つんちゃうかな、この子も飴生姜柄の子、オスね、おとなしそう、この子もね、昨日は吠えとったけど、ちょっと昨日声見してたからね、けどもうちょっと慣れてきたかな、落ち着いてきた、よしよしよし、これね、こいつ、言わなくたらちょっと、まあ掃除せなあかんだけどね、そろそろ時間ないから。よいしょ、あやちょっとまだ慣れてね、オスってなかなかねこんな感じですよね、なかなか甘えてくる子は甘えてくるんだけど、なかなかねこれだんだん落ち着いてくるんですよね、これだんだんこのシャッター閉めてからあれっすよ、ものすごいおとなしいからね、みんなまあ、だから助かりますわ、ほんまに。まあ、ちゅうことでちょっと掃除します。今日はちょっと遅れてるんで、今からやります。ありがとうございます。以上です。